ワンピース。ロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちは、アイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、四方の島エニエスロビーを目指す。そこには、CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し、仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方、先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗、ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。
やるか。狙撃の島の狙撃キング？ウソップ君の親友で、この度君たちの手助けをことつかってここにいる。ヒーローだ。マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ俺は。マントしてるからヒーローなのか。かっこいいな。ナミさん、それとついでにナミさん以外のアホども、ロビンちゃん救出の前に話がある。何？サンジ君、ロビンちゃんは CP9 に何やら過去の根っこをつかまれちまってる。別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが、敵地に乗り込んでもロビンちゃんが戻ってくるかは分からねえ。そんなもん関係あるか。絶対許さんぞ。そう、やるべきことは変わらねえ。助けるだけだ。とにかくロビンと会って話すしかないわね。エニエスロビーについて簡単に調べておいた。本島全門を抜けてまっすぐ進めば裁判所に着く。さらに先、島の裏手には正義の門ってのがあって、その門を通過されちまうともう救出は不可能って話だ。あれ、ルフィは？え、さっきまでここに。こちら本島全門、侵入者を確認。ロビンはどこだ？目指すのはあの塔だな。行くぞ。待てルフィ、まずはこの門を抜けなきゃならねえ。ロケット！
さねえぞ。巨人族のボンバになってね。運速じゃねえか。スワローテイルゼテオサンダーストーム。まずいぜ。門の開け方なら俺たちが知ってる。この間俺たちを守ってくれ。レッドロケットロケットレッドアネバルノコロケット。相手は小勢だ。追い囲んで対処しろ。この程度のもんぶっ壊しちまえばいいんじゃねえか。海軍のせいで作業ができねえ。助けてくれ。おたごたすんな。マラ先行くぞ。あの分厚い扉ぶっ壊しとる。諸君気をつけたまえ。前方で海軍が待ち構えているぞ。裁判所の門も俺たちが開ける。油断した。一気にするぞ。ロケット。ロビンちゃんが俺の助けを待ってるんだ。邪魔をするんじゃねえ。レッドアネバルノコロケット。レッドロケット炎ヤナミシャッターロケット。レッドゴム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 のバズーカロケット。ジョゲオーラティスロケット。待っててくれロビンちゃん。今頃寂しくて泣いてやしねえかな。ロケット。ここの守備を任されよう。特に敵が多い。掃除するか。ロケットガソリンです。ロケットレッド風船ゴムゴムレイロケットウッサンプロケットレッドの花火ロケット。悪いな、助かった。ロケット。
邪魔されねえよ。守ってくれ。おい、どのくらいで門が開く？わからねえが、一人じゃ時間がかかるかもしれねえ。頼むぞ。おい、貴様ら、門に何をしている？この門、先ほどの門とは違うな。硬くて壊せそうにもない。俺たちなら開けられる。任せてくれ。油断してくれ。海軍のせいで作業ができねえ。助けてくれ。オーブチッ！ロケット！
ビンはここじゃねえな。上に登れば最後の建物が見えるか。いつまでも海軍に付き合ってる暇はねえ。先を急ぐんだ。おい、お前ら先行ってるぞ。ザクネ、ザクネ。ロケット、はい、レッド、アメ、アルノコ、ガソリング、ザクネ、はい、ガソリング、ガソリング、置いてかれないよう急いで。世界政府始まって以来前代未聞だぞ。政府の玄関にここまで踏み込んだ男は、あ、お前、後のやつと一緒にいた牛。いつまで暴れる気だ。貴様らとの戦闘力の差はガレーラの屋敷で十分に見せたはずだ。そうだな。でも、なんでか今はさっぱり負ける気がしねえ。ダメだ。この先の海にまたこんなに強い奴が現れるなら、俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。この男、屋敷で戦った時はこんなにパワーはなかったはず。世界とか政府とか勝手に言ってろ。俺たちはロビンを奪い返しに来ただけだ。お前らとここで会ってよかった。また強くなれた。六式使いが負ける。ゴムゴムのジェットピストル。ゴムゴムのでっかいゴージェットバズーカ。頑丈なやつだな。じゃあもっと面白いもん見せてやるよ。
見てろ。やっ、あんな小僧にブルーノが負けたってのか。私はもうあなたたちの顔も見たくないのに、どうして助けに来たりするの。私がいつそうしてと頼んだの。私はもう死にたいのよ。麦わらの一味が内部崩壊を始めやがったか。こりゃ面白い。ロビン、死ぬなんて何言ってんだお前。あのな、ロビン、俺たちもうここまで来ちまったから、頼むからよ、ロビン。死ぬとかなんとか言っても構わねえからよ。そういうことはお前、俺たちのそばで言え。そうだぞ、ロビンちゃん。ロビン、帰ってこい。あとは俺たちに任せろ。